麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。司会実況の広瀬達也です。ただいまより第36期鳳凰戦 A2 リーグ第6節 D 卓の模様をお送りします。解説は藤崎聡、藤島健次郎が務めます。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは初めに本日の選手紹介をしてまいりましょう。はい、まずはこの方、トータルポイントプラス 69.7、 第3位山田博之。続きましてトータルポイントマイナス 47.4、 第10位藤原貴博。続きましてトータルポイントマイナス 65.7、 第15位西島和彦。そして最後はトータルポイントマイナス 64.6、 第14位客の直樹。以上4名での対局となります。はじめに成績表をご覧いただきましょう。はい、本日の対局はご覧の4名での対局となります。第6節最終卓となります。まずは藤島さん、はい、対局の見どころとしてはいかがでしょうか。そうですね、まずは、まあ、山田さんですね、はい、第3節まで首位を走っていたんですけど、ここ2回ブレーキになっちゃってますよね、はい、まあ、幸いね、でも今日守備的な選手3人揃ってるんで、はい、やっぱりこう攻撃がどこまでやれるかっていうのは一つ見どころだと思います、はい、で一方で、その山田さんのブレーキのきっかけになったのはこの第4節の西島さんのプラス80、はい、この時にやっぱり西島さんはそれまでマイナスだったものをこう、はい、全部こう返すような勢いで、うん、80で前回もしぶとくプラスはしたんですけど、はい、この中ではね、西島さんがこの今期の A1、A2 の、展開を結構歓迎してると思うんですよね、うん、最初にこう出遅れつつもこう馬群が縮まってるのは結構もってこいの展開にはなってるんで、西島さんがこの中では一番こう気分よく打てるのかななんて思ってます。はい、ありがとうございます、はい、さあ対局の準備ができているようです。第36期鳳凰戦 A2 リーグ第6節 D 卓1回戦投杯の開始です。第1回戦開始ください。はい、ただいま立ち会い人広柴との合図により1回戦が開始となります。改めまして1回戦はちーちゃから山田、なんちゃ藤原、シャーちゃ西島、ペーチャ客のの並びで開局となりました。さあ第6節最終卓、ちょうど中盤折り返しといったところ、後半戦に向けて各選手の位置取りが気になってくるところではありますが、やはりトータルポイントがまだまだ非常に詰まった中での対局ですから、まだまだ目が離せないといったところでしょう。ドラはペーです。まずは山田、続いて藤原、こちらは総図で一面図、形は良さそうですね。そうですね、9ピンあたりからいきますか。9ピンに手がかかっています。9ピンから、うん、続いては西島、はい、メンツはできていません。ちょっと遠そうですね。客のもあまり良くない。そうですね、はい、ハイパイでいうと、まあ、藤原、そして親の山田には初が統一といったところですね、まあ、藤原さんが圧倒的ですけど、数ピン欲しいね。数ピン欲しい、二差しか、まあ、単品ぐらいまでには、はい、西島さんもゆったり構えましたね、どうですかね西島。先ほど藤島さんのに話もありましたが、2節連続プラスで、はい、だんだんこう A2 リーグの水にもこう馴染んできたという感じですかね。だいぶ伸び伸びと、表情もちょっと明るくはなってますよね。そうですね、まあ、いつも通りの力を発揮できるようになってきますか。はい、そうですよね、だいぶその2節ぐらい前からだいぶ伸び伸び打ってるのも見て取れる感じでしたからね。1-2-3になりましたね。1-2-3、1-3点ですね。はい、関連ピンとイースマン、対局相手が伸び伸び打ってるのってあんまり嫌ですよね。嫌です、嫌ですよね。はい、その今回ね、その西島さん以外は、はい、連続でマイナスをしている3名なんですよね。おー、なんでやっぱりこうちょっとネガティブな気持ちにどうしてもなっちゃうところが、こう、はい、西島さんにちょっと有利になりそうな感じはするんですけどね。山田さん動きましたね。いや、まあ、はい、本当にあれですよね、4人とも今日はね負けたくない人たちですよね。西島さんもねプラスプラスとは来てるとはいえ、まだ位置的にこの位置なんでね、はい、はい、納得できる落ち着いて戦えるポジションではないですよね、まだ。で他の3人はやっぱ沈み沈みと来ちゃってるんでね、はい、
この、 あのマイナスの流れは止めておきたいでしょう。うん、ただ麻雀というゲームはね、全員が勝てませんから。そうですね、誰かが勝って誰かが負ける、うん。山田さん一泣きでしたね、初が。そうですね、あまり形も良くないんですが、小山田にしてはちょっと珍しいかなと、まあ、ただその本一はやっぱりあるんで、うん、こうしといて自敗重なったら本一っていう、そういう考えなんだと思いますね、うん、なるほど。あとやっぱりね、守備型の人たちが多いので、うんうんうん、まあ、前に出ることでいい結果につながりやすいと。はい、はい、ちょっと裏目になっちゃいました。まだ裏目じゃないか。ローマンはどうだったんですかね、こう山田に対してはスーソーの方が安全だったんですが、ですね、ちょっともう打ちづらいっていう意味もありましたか。あったんだと思うんですけどもね、うん、この形でローマンで補充するんではちょっと俺の麻雀とは違うぞと、はい、まあ、ドラのペンが見えてないですからね。そこがね、大きいですよね、やっぱり客のがいいシャンテン。西島さんもトンがありますからね、うんうん、ちょっと前には出づらいですよね。藤原は両面両面です、はい、うん、いいシャンテンになりましたよ、西島さん。ちょっと注目ですね、やっぱトン打たないですね、まあ、ローソーが2枚切れなんで、まだねテンパってるとは思ってないと思うんですけどもね、はい、うん、だいぶでも川にね迫力はあるんですよね。ドラのペイが出てなくて本一やってますって川なんで、はい、やっぱりドラ持ってない人はどうしても前には出づらい。そうですよね。藤原さんはスーピンを打ったので三色になった時だけですよね。うん、ここで止めたチュンが通りました、はい、まあ、チュン通ったからあれですけど、これ数枚引いた時に多分チュン打てなかったでしょうからね。そういうことですか。うん、トンが重なる。これで客のともちもち。まあ本当はトン切りたいでしょうけどね。なかなかせっかく重なったの切ってポンって言われたらね、元も子もないと。さあテンパイ、うん、テンパイ入りましたね。ここでドラ打っていく。うん、来たぞ。イーマンはただ山田のマンズの高さが、ただ三山、うわ、ある、めっちゃある。三山田高め、数万も一枚ある、うん、危ないか。わあ、いいマンだ。これは藤原の闇点が炸裂、うん、ピンフ三色、3900の上がりとなりました。うまいですね。うん、結局マンズが高いので、はい、他の二人からは打ち出される可能性がかなり低いので、うん、でも勝負手じゃないですか、はい、リーチっていくのが普通の手格好なんですけど、もうおそらく今ウーマンローマンって切られてたので、うんうんうん、リーチに出れば山田プロも多分チーマンを選択した、ね、チーマンは卑怯ですよね、うん、リーチだとなかなかやめて張れないと思いますけどね。思い切って行きたくなりますよね、うん、ドラも、まあ、通りましたしね。そうですね、はい、はい、まあ、ドラマ通った時点でね、ええ、なかなかもう1万8000とか言われる心配はほぼなりましたから、ね、すごいいいですよ、藤原さん、親番でハイパイ、うん、ドラドラ、さっきも良かったし、今回もいい、うん、俺は藤原来てるぞ。ドラが急走、はい、こちらが西島チュン統一。藤原さんも、まあ客のプロもそうなんですけどね、はい、3節マイナス続いちゃってますからね。3節、4節となるとね、うん、これはちょっとあまり気持ちよくはない。ただ藤原来ている、いいじゃんってんすね、うん、ドラドラ。これなんか藤原どうなのかな、リーチ判断が、まあ、ローピンはローピン引いた時だけどうするかぐらいで、あとはやめてになりそうですからね。なるほど、たまんないね。たまんないですよ、急のピンズちょどっと切ったら1万1600なんて言われたら、ね、うわ、しかもみんな Q のピンズが結構セットされてる。これパッとテンパイしたら本当に上がるぞ、うん、行く。西島2枚目のチューン、2枚目か、うん、ただ先ほどもや、あ、9ピンか、3ピンこれで9ピンですか。山田は先にリリース、うん、ローピン流れた。
キューピンがどんどん打たれる痛いこれは嫌だちょっともうちょっと持っててくれと俺がサブローソー引くまで持っててほしいここで目いっぱい藤原もそんな表情だ6キューピンあとキューピン1枚ですね何よこれイーシャンテン2人になりましたね山田さん西島さんイーシャンテンになりました客のもイーシャンテン3人イーシャンテン全員イーシャンテンになりましたかこれで藤原のチャンスって実らずか引けない引けないうわかわされちゃうドラもつもぎったローピンとドラつもドラはいらないかうんこれでいいじゃんってんですかどう取りますかどう取りますかねローマン切り直線差し後も見て3万の方だ4号の方でしたってことですねうわ藤原かわされたら痛すぎるしかしすでに3人がイーシャンテンだあポンタがテンパイでスペン3ピン山田の3ピンがやや危ない、うん、まあまあ危ないしね数ピンが山田から3枚見えてますねウーピンも3枚見えてますからねダブルワンチャンスかほとんど3ピンは止まらないでしょうサンピンは山さんうわ藤原さん裁かれそうだね裁かれそうこれはまた山の分でドラも食い流されましたかなんだなんだ2回のチャンスを食い取られる辛すぎるしかしまだテンパイしてるのは西島のみうんお、いいシャンテン取らずもうちょっと随分警戒されてますねドラマ打ってるからあ重ねたよこれどっちかなこれまあ、あの3ピン切ることはないですね切るなら2ピンになりますねそうですね西島さんの2万ポン出しがウーピンだったのか2層数層っていうのも一応ありますよねありますね。ありえますね。三層二飛び。うん。うん、あと数層連想しましたか。現物のウーピン切りもありますし。こうなると3ピンは出ない格好になった。まだ勝負は長引くぞ。うん、客の。そっか。ただ第一打三層とかを見て、トイトイの可能性はあるのかな。うん。ションパイは嫌ですよね。これは。うんうんうん。分かった。さあ入った6球ピン待ち、まあ、ただ西島さんのところを警戒してる人は9ピンも打たないですねピン数ピン1枚だもんねそうですね確かにそうですねああそっかそっか今の藤原さんの E ピンも恐ろしく目立ちますねってことは来たなと守備の強い 藤原からのああこれは入り目の方9ピンがあと1枚という話でしたよね、はい11,600 が1枚、うん、まだいますよいますよ3ピンですってあ3ピン涙の3ピン西島が藤原のチャンス手を潰す、うん、60代の藤原対70代の西島は先輩西島に軍配が上がったただプロ歴では藤原の方が先輩だ、うん、やるなとそうですね、はい、西島さんと客の子一緒に映るとね、はい、おじいちゃんとお孫さんみたいで、ね、映してくれてます藤崎さんお父さんねうーんどうなんですかねどうですかねお、良さげ良いですね、ドラウソこちら客の、はい、トンの3曲ですお孫さんは良くないですね、あんまりねお孫さんは良くない山田は初が統一おいいですね、またしても またチャンス毎回ハイパーいいですね、藤原さん一発決めておきたいですよね決めておきたいですねうんもうとにかく一日中ハイパーがいいってことはないのでねはいいい時に稼いでおきたいですよねそうですねうんドラ表示杯の数層からあれでってことは2差しにはなんないもんね、うん、差し子が本線ですよ ねだからドラを引くかリャンズを引くかでもう
お値段が相当違いますね。さあ西島、島田の手とそれから誰だったかな、ちょっと面白そうな人いましたよね。こちらかやっぱ藤原ですね、差し子が見える。ああ、まず休め引き、これはちょっとお値段にちょっと陰りが見えてきました。そうですね、ドラマも1枚しかない、1枚しかなくなりましたか。まあここはとりあえずね、先ほど裁かれたんで裁き返してね、うん、1本取り返そうと、これでサメンちゃんに変化です。そうですね、これでもう久しぶりには戻ってこれないもんね。うん、親の西島はドラ統一固定です。はい、もう藤原さんのところは裁きで1本ですか。うわ、山田ドラ切り、山田さんね、本一寄ってきましたね。うん、さらにピンズだ。トンがもちもちなんですよね。トンもちもちですね、客のさんと。ちょっと客のからはどうですかね、今のところまだ出る形は想像しづらいですかね。はい、こちらです。うん、そうですね、今のところタンヤオにもピンフにもなりそうもないもんな。マンズだ。西島さんがね、まず1枚、もう1枚なんか引いてくれると追いつく可能性ありますね。うん、ああ、追いつかないのか。追いつかないですか。西島さん、シャア2枚入れだもんな、テンパイ。テンパイ。さあ、はい、藤原にテンパイが入りました。これはチートインが勢いがないんじゃないですか。チートインちゃんというんですか。シャアが2枚切れ、ウーソーも1枚切れています。イーマンも1枚か。一旦数万、数万も2枚切れ。うん、ただメンツ手はもうディスよっぽど厳しいもんね。あ、これ補充かな、スーピン。あ、スーピンですね。藤原の上がりです。ピンフ、はい、先天の上がり。うん、山田さんもね、今半三ピンから動く手があったんで、ちょっと感触悪いかもしれないですね。トンの一局の番でも積極的に仕掛けはしましたが、藤原への補充と。さあ、トンの4局となります。親は変わって客のドラマ初です。ここまではベテラン勢若干優勢ですか。そうですね、藤原と西島の上がりが続いて、藤原と西島の上がりが続いています。はい、まあまあと思いきやドラはお荷物にはなりますね。うん、曲のは一面二面つ完成です。ああ、ただ山田プロもドラ重なるとね、景色がだいぶ変わりますね。うん、ドラは藤原とそして山田に1枚ずつ、はい、軽いのは客のプロですかですね。うん、親にしてはまずまずの手配です。さあ、これも嬉しいところ。一気に相手に寄せていきますか。客のプロ、ローマンにくっついたら何切るのかな、あれ。ローマンにくっついたら、一応ね、チーマンとか引いた時に三蔵数層を払っていく構えにすると、クシッパがあるんですよね。ただこれでローマンチ、チーマンとか引いた時には素直にピンフのイチャンテになりますか。なるほど。さあ、西島ソーズに寄ってきている、はい、イチャンテではあります。まあ、一通が確定している形なので貫禄ピンでも十分ですか。三蔵引いたときはテンパイ崩しそうですけどね。外す可能性ありますよね。両層が暗黒になった藤原です。注意シャンテンですか。取らずにペンチ一品払う。とりあえず基本的には両派切る気ないですよの構えですね。これでまたちょっといろんな手が、
ドラ切るのが一番手っ取り早いけど、まあ切らないですよね。ーウーマンよりはリャンマンかな。なるほど。一応つもりさんは困るしね。はい。ドラ短期想定っていうことですかね。まあ、ドラを絶対切らないメンツ手の手組みですよね。なんで例えばリャンマン打ってね、はい、あのカンスーマンとかのイーペイコの天敗になっても、うん、ドラは切りませんよってことでしょうね。西島さんのドラ若干ブレーキですか。そうですね、まあ、本一についでに本一に向かったって感じですよね。この客のプロ圧倒的有利になりましたね。親の客のただ一人ドラの発を持っていない、はい、これなら小さか、うん、先客の一旦転廃は完了、その役なし。やっぱり外してもありましたけどね。外してありましたね。急走が自身から3枚見えてますからね、はい、パワー装備が強くないので、うん、例えばこれだとリアンソーとか、ね、スティンキとか、GPF、ね、リデンか、リアンソーとか、まあ、ただ取るのが普通ですか。うん、あ、ドラ重なった。うわお。ペイは？ペイはションパイ。ションパイ。うわあ、本一行った、うん。これは本一行きますね。まあ、ペイちゃんなんですよね、うん、西島さん、うん。藤原の手にペイが一枚ありますね。山田郎、あ、うわ、発ポンできたぞ。本点が入る。ペン三層。山田さんもリアンソーの展開が入ってます。うん、はい、これだと6球ピンの方が良かったかもしれないね。確かに。まあ、ただそっちが泣けるならとドラデで想定にはしてないでしょうからね。うんうんうん、とリアンソーここにあんこなんですよね。山田さんのリアンソーもそんな簡単な街じゃないですよ。ということは山荘は、ね、順からリアンソー順からですね。嘘、うん、山荘山にですよ。山荘が2枚山。いや、これ山田の山荘どうなりますかね。ただ老僧神武で2枚持ってる。うん、羽マンですか。いやいや、怖い天敗が入ってるぞ。一通付きだ。発をポンしている西島。もう西島さんもね、気持ちよく打たせたらおっかないっていうイメージはみんな、ね、持ってるでしょうからね。いや、これいかないかもしれないぞ。そうかそうか。しかも前回山田プロは西島さんにやられてますからね。そうなんですよ。いや、いかないもある。いった。あの両面外しをどう見るかなんですよね。うん、1ピン9ピンのね、はい、決して悪い町ところがどっちかというといい町に見えるもんね、6ピンってね。そうですよね。そこを外してきたと。その前にチーソーが落ちてるのもちょっとポイントですよね。うん、読み方としては、どうですかね、やっぱり。だから6ピンよりいい町ってなんだみたいなね、そういう話になってきますか。二度受けとかも十分ありそうですか。二度受けはありますね、はいはい、ということでこのローピンがちょっとやっぱり天敗なんですけど、打ちづらいと打てない、うん、ましてやペイはもっと打てないもんね。さあ山田の天敗はリアンウソー、こちらがなんと順からペン三層山に2枚のチャンス、うん、このローピンも同じ理由で打てないでしょうね。打てないか。チーソーとかになりますか。あと山田をどう見るかですか。うん、シーピン、山田プロの方は先天にしか見えないかな。うーん、となるとやはり西島に対して、はい、いやー、三層きた。西島の積も上がり、はい、そこ初本一一通ドラさんの3000-6000、はい、来てます。西島連蔵が山になかったんで、あれが見えた瞬間三層ですもんね。そういうことですね。あ、これ大きい上がり出ましたね。大きい上がりですね、はい、ついに均衡を破る。ああ、表情もいい、うん、さあ何入です。何の一曲を山田、日吉がおじいちゃんとか言うから怒っちゃったんじゃない。僕は言ってないですよ。あれ、それは藤崎さんです、失礼ながら。うん、あ、藤島、藤島さんです。僕も何も言ってません、はい、お、もういいぞ。もうみんな親になるとワイパー良さそうですね、うん、あ、いいですね。あ、いいいいいい。ドラが3ピン、はい、こちらが藤原。なんかね、打点は見えますけどね、軽さはないですね。整ってる割には軽さはないね。そうですね、
こちらもなんかそんな印象、うん、シャーチュンが問いつ、やはり親の山田の手がいい、はい、あとはツモがどう伸びてくるか、うん、今親かぶりが客のプロ痛いね、痛い、客のもね14位なんですけども、最下位馬がもう目と鼻の先ですからね。もう現状で言っちゃうと最下位ですよね、だからすでに。そうか、なるほど、きついよね。おお、ドラメンズ完成だね。あのここ2年ぐらい、はい、あのフラッシュプロと一緒にね、うん、ヘディングに上がってきて賞金争いには噛んでないですけど、意外とあのね安心するポジションで残留は取ってますからね。はい、そうですね。一時もうクロスアウトね、あのリーグ戦をこうかなり引っ張ってた時期もあるいはしたんですけど、去年のね前半が客野さんは調子良かったですよね。首位にいたこともありましたよね。で、まあその2年前は確か最後の最後が結構残留争いみたいになったんですよね、うんうんうん、確か客野さんは。まあ、だから A2 のこのいわゆるスイマー前もこうある程度は、スイマー前もは言い過ぎですけど、うん、上下をまあまあ経験してきてるんで、うんうんうん、まあやっぱり今日はどうしても勝ちたい気持ちで来てる感じはしますよね、はい、西島さん勝負形になりましたけど、あれリーチどうします、あ痛い痛い、リーチどうするかね、テンパった時に。西島は先ほど3走引いてイペーコも完成できた、いや打ちそうリーチ親源だ、うん、いやこれは乗ってきたぞ、うん、乗ってきた乗ってきた、これをリーチっていけるってことはやっぱりだいぶ気持ちよく打てますよね。そういうことなんですよね、ただ山に2枚しかない、思ったよりはないぞ、まあ、ただおそらくですけどあのねいっぱいあると思ってリーチは多分してないと思うんですよね。なるほど、 1枚ずつ切れてるし、町に自信があるとかっていうわけではないってことですか。そうですね、はい、なんでなんかね闇店で拾いに行こうかっていうのも考え方にはありそうですけど、うん、はい、でもやっぱり取れてる、藤原はドランサンピは打ち切れず、まあ、そうですね、ドランサンピは打たない、そうですね、山田さんはちゃんと攻めてますね、うん、これ押し返していきそうですよね、はい、形でなんで、まあ、西島さんとしてはねこれあまりいい街だと思ってるとは思えないんですけど、はい、これさっき3000、6000引いてね、うん、これまで積もっちゃったら今日はいくらか出るか分かんないなみたいな気持ちのリーチかもしれないですよね、うんうんうん、この行き先を測る上でも、うん、このリーチは積もりたい、はい、残り2枚だがなんか積もりそうな気がする、ね、残り2枚っていうのは積もる人は簡単に積もりますからね、はい、積もれない人はどこまで行っても積もらないけどね。本当ですよね。いや1枚流れた、残り1枚、うん、こうなると山田の反撃が待っているぞ。ただ山田はリャンウソーがもうまたさっきと同じだ、はい、うん、またリャンウソーがきつい、リャンウソー0ウソー1枚、ああきつい、まあ、ダマだとほぼ拾えてたでしょうね、数万ね、うん、藤原さんもイーピンが残ってのイーシャンテとかになってるんでしょうから ね、まあ、ただドラカさんだった、これは勝負か、うん、これ補充になりそうですね、ソーズの上もまあまあ打ちづらいのかな、発足球数両方取ってませんもんね、両方打てないから、いやー仕留めた西島好調だ、間違いない、リーチピンフィーペーコ3900の上がり、うん、藤原さんの打ち筋から言ってね、はい、ドラ引き以外はほぼ切らなそうでしたもんね。そして親の山田のチャンスでも同時に潰して、はい、何の2局、あらららら、これは客のが踏ん張りどこだぞ、うん、もう西島は心配ないでしょう、ドラはいいピン、今日も西島でいいですかね、これ、いやありえますね、一人行きですもんね、今もうこれ抜けるんじゃないですか、抜けるか余裕で、ね、余裕で抜けるか、このまま一人行き決めたらもう全然10位ぐらいまで行きますよ、藤原さんをかわしますね、そうですね、さあドラはいいピン山田ドラドラ、はい、ねえ西野さん最初の3節何だったんでしょうね
まあ、ただやっぱりね、あの初めての A リーグどうしても気遅れとかもあると思うんでね、うん、様子見てる間に持ってかれちゃったみたいなこともあったでしょう ね本人からすれば。でいつもよりちょっと一歩引いて構えちゃったらね、うん、なんかの自分のスタイルじゃないから、はい、一気に持ってかれたりとかあったでしょうからね、うんうん、多分そうですね、放送対局になれるまでにちょっと時間かかった印象はありますね、うん、西島さんの場合は。こちらが西島です、はい、うん、今回もいい、親の藤原、ここはどう打つか、うん、3万。いやでもこれさ、はい、いやもうイシャンテンですよ西島さん今日西島さんと客野くんを浮いてね、はい、例えばヒロが沈むとかってのまたすごいね、これはね、またすごいです、またすごいんですよ、選手たまんないねこれねいや本当ですよ、何節かわかんないんじゃないですか、もうやんない、ね、数字だけ見たら特に今藤島の位置がマイナス 1.6 だから昇級、はい、も見えるんだけど見えます、ね、なんかすぐ下にピンクゾーン見えるなみたいなね、うんうん、どうですか実際戦うこういうポイントで藤島さん今。いやまあ何ですかね、あの A リーグは通年じゃないですか、はい、その今までねこう半期で B リーグやってきて、大体こうその半年間をこの上寄りなのか下寄りなのか大体こう把握できる状況で過ごしてたんで、まあそのポイントがなければ降級しないように頑張ろうみたいなテーマが一つできるし、持ってればね昇級向かって頑張るだけなんですけど、どっちつかずの状況でこう長い期間いると結構やっぱりストレスになりますよね、なるほど本当に。ただまあ当然上を見るわけです、もちろんそれはそうですよ、はい、ただ当然下も見るわけですよ、はい、そうですねいや、ただ見てる人は面白いと思いますよ、これね、推しの選手の一挙手一投足が気になるでしょう ね本当に。だって、まあ、例えば真ん中からよりちょっと上にいるね、あの内川プロとか黒沢さんとか人気選手がこの辺にいてね、ちょっと勝つとすぐグリーンゾーンに行くし、うん、ちょっと一日調子悪いとすぐあの、ね、はい、ピンクゾーンのすぐ上ぐらいまで落ちちゃいますからね。そうですね、西島さんにテンパイが入りましたね、はい、ウッパーピン、ピンフ高め一平子、そうですね、これはさすがにリーチ行きづらいってことですかね、パーピン一切れなだけですけどね、うん、入り目は気に入らないんですかね、いい装備でした、まあ、選択が残る手配だからっていうのもありますよね、うん、まあ、でもなんか雰囲気的に言うと闇天はウッパーピンでリーチ行くならスチーピンかなみたいなイメージはありますけどね、スチーピンの方がリーチは行きやすい感じですか、まあまあ高めのスーピンが見えてない分ですかね、はい、さあ山田にドラのイーピンがあんこになって何ポンテンです、こちら藤原に何がある、出ない出ない、山田反撃の糸口を見つけることができるが、いい数層になると山田のいい層大ピンチ、いい数層を受けづらいね、でも、うん、ここはウッパーピンのまま、まあ、あの親の現物っていうのは結構大きいかもしれないですね、ウッパーピン続行は、うわ客の君は切らなさそう、あ、テンパイ、両層と何、鬼門の両層は一山、一枚ずつ何、何もないです、何がないです、何もない、はい、パーピンはパーピン2枚とウーピン0、うん、2対1、ね、あしっかりしてる、さあどうなる、藤原親ですからね、いやでも行かないんだね、うわーこれ打ちづらい、まあ引くことはないですね、打ちますか、うん、ただパーピン打ちは中途半端すぎるんだよね、パーピンも現物ではないので、打ちました、押す、うん、まあ、この局面はね引かないですよ、連続持ってきたら補充になりますよ、客野さんちょっと危ないかも、そんな形になっちゃいましたね、三面ちゃん両面、単品の引きはちょっと止めないかもしれない、単品のイシャンテンなんで、うわー押し切った藤西島、お見事、点数以上に勝ちのある上がり、うん、これは客野も助かりましたね、ある意味では、そうですね、はい、いつもピンフ一平高700-1300の上がりです、西島来てます、間違いなく、うん、闇天だとどうだったかな、闇天も一応ギリギリ選択にはありますけどね、うん、そしたらもしかしたら
客野さんのナンが出たかもしれないっていうのありますね、うん、藤原さんのもちょっと分かんないですけど、うん、客のプロは危なかったですね、うん、さあ、ナンの三曲親は西島、はい、ドラは小さそうです。あれリーチ行くってことはあのナンを積もって羽間にしてやろうってリーチでは多分ないんですよね。リャンゾーを取りこぼしちゃいけないっていうリーチだと思うので、その上がりの足が嫌だと、うん、リャンゾーを打たせるのが嫌だってことですよね。スタドラは小さそうです。藤崎さん、やめてにします今の。やめてしかしたことないですね。そういうことなんですね。いや、そうなん、はい、うん、藤本さんどうですか。僕はね、その今藤崎さんがおっしゃったようにリャンゾーを打たれるのをすごい嫌うんでリーチしちゃいます。はい、親の西島いいですよ、はい、だから、はい、だから大和プロは今自分の状態が悪いと思ってるからヤンゾーも打たしたくないって言ってリーチですよね。あの闇点張ってた方が難こぼれる可能性が圧倒的に高いのは当然分かってるわけですから、はいはい、自分の調子がいい時はね、あの闇点張れるんですけどね、うんうんうん、山田もこれで2節連続マイナスですからね。3節連続っていうのはちょっと、うん、まあね、昇級候補の大本命の一人ですからね、はい、まあ随分後輩から言われてましたよ、やっぱりね、今年はヒロさんでしょうみたいなね、うんうん、毎年言われてますよね。毎年言われてますけどね。僕も言いますからね。なんならドーリーグで。うわ、またツモがいい。まず天敗、天敗チートイツ、さらにはリャンペイコー、はい、ドラ引きの変化もある、うん、まあ、変化を見るならパーピンですけどね、うん、パーピンの方みたい、あのドラ引きがあるんでね、はい、打ちたいですけど、まあ、直接の上がりやすさの方を取りましたね、うん、パーピン短期からの変化を待ちます。ただ親番だもんね、西野さん、ね、そうですね、これはもう押せ押せでリーチ行きたいね、どっか待ち頃の範囲で、なんかいいの持ってきたら。ただパーピンではちょっと打ちすぎですか。パーピン1枚切れてるんで打ちづらいでしょうね。うん、あ、このパーピン、おお、取られた、うん、上がる上がる、うん、上がり倒している、ずっと上がってません。そうですね、藤原さんがトンパツに残機上がってから全部西島さんの上がりです、うん、そうですよね。全部言い過ぎか、1回ぐらい、あ、あの1回1000点ありました、藤原さんが、うん、スーチーピンの、あ、そっか、そうでしたね、あれで親が流れたのかな、うん、そうですね、確か。それ以外、自分の親が終わってから自分の親までずっと一人で上がり続けて、ね、ただ、西島さんのスタイルから言って、これ感触的にどうかは分かんないですよ、うん、あのポイントはもちろんあの稼いでていいんですけど、はい、どちらも闇点でですからね、うんうんうん、いや、またいい、うん、2メンツ、はい、もう押せ押せだぞ、うん、僕みたいに基本的にあの闇点ベースで手組みしてる人間からすると非常にいい感じで来てますけどね、うんうんうん、あのリーチリーチっていくタイプの人がこの展開っていうのはなんか稼げてないイメージになる可能性もありますよね、うんうんうん、リーチまで打ち切れていないぞっていう不安があるかもしれないと、うん、そうなんですよ、流派はね、これ見てみたいね、1枚目泣くか泣かないか、これは賛否両論ありますよね。泣く気がするな、西島さんは。僕は泣きますね、うん、はい、あの瀬戸なんとかさんは絶対泣かないですからね、うん、あの藤島さんも泣きますよね。僕は状況が良くなってきたら泣かなくなったりします。で今回の西島さん僕は泣かないと思いますけどね、今出ても、ただ今仕掛け入りましたよ。あ、こうなるとまた違いますよね、これでかなり変わりますよね。泣くか、こうなるとよりその形もあるんですけど選択が残るじゃないですか、この林は、うんうん、その流派ポンしてくっつきどこ残すかっていうのがあるんで、はいはいはい、選択が残るって意味で泣かないかなって思いますかね、うん、ちょっと指針がはっきりしてからと、はい、うわ8万、これは泣きそうだね、これは泣くか、こうしたら泣くか、これ両方1枚スルーした時点でもう1枚9万切られたら嫌だもんね、うん、そうですね、9万1切れですから ね、シャンポン固定してるわけですから、うん、こうなったら泣くかな。藤原はペーチャーでドラのペーがドイツ、うん、さあドラだ、これはちょっとブレーキかローピンから、あ、もうソーズの両方ポンからソーズ待ちっていう
なんか決めてる感じですね、うんうん、もうこれ独特ですよね。これだけ調子良ければね、はい、まあまあドラを抑えるかどうかはいろいろあるんでしょうけど、うん、なんかもう思いっきり広く受けそうですけど ね、 今のところはリャンピンになりそうですよね、うん、あのチーマンの時にリャンピン切るもんな俺と、ね、なるほど、うん、それは僕もそう同じだと思います、うん、山田さらに急走のポン、ここで発が出た。これは泣くか、うん、これ動く、これはリャンピンになりそうですよ ね、 ですよね。で9万ポンならドラ短期だし、ソーズがくっついたらドラ切るよっていう雰囲気に見えますけどね、はい、あとは来る範囲に委ねようと、うん、違うのかな。藤原さんペイチャーなんだね、うん、ドラドラいいシャンテンですけど、炭酸素バーソーポンテンには備えずと、うん、そうですね、この選択がねどう出ますかね、うん、西間からペイが出る可能性も存分にある。うどうなってしまう、これは出ない、でもね、こうなんか悪くなってきても客のプロは丁寧だよね、相変わらずね、うん、これでポンテンが入ります。あ、テンパイだ、これはペイか、いや取らない、取らず、シャンポンじゃ嫌よと、はあ、ってことはあれじゃないですか、両面系になったら9万落とすんじゃないですかね。なるほど、うお、山田目いっぱい、なんかドラは切らない構えに見えますね、なんかそんな風に見えてきましたね、うん、9万ポンできればドラ単に来とるけど、うん、例えばね、ウーソーとかローソーなり引いた場合には9万切りますよと。これはこれは取るのか、どうなんだろう、急走がない、三面ちゃんなら勝負いくとかある、急走ポンか、急走ポンされてます、対して今じゃない、切るよね、切らないのね、おへ9万も切らないんだ切らないのね、9万ちょっと怖いですか、9万が嫌だってことだ、実際ね、うん、山田さんはマンズ1枚も切ってないんですよね、ただ本一ではないですもんね、急速をしてるわけですから、す、ね、まあ、ただドラがやっぱり自分が1枚浮いてる状況なんで、はい、うん、それをやっぱり、あ、スチーソー、これはちょっとどう見るか人によって見え方違うね、実際三蔵打たしちゃってるからね、確かに確かに確かに三蔵打たれてるじゃない、ただまあ藤原がペイのポン入りますか、そうですね、うん、あ、そうですね、うん、なのでまあ西島さんの中ではこのくらい稼いだんで、まあ、この半チャンはこれでいいだろうっていうことですよね。ああ、藤原ちょっと引き気味にした、うん、これも切らない、ドラマで打ってローマンの方切る、ローマンですね、はい、前順ローマン切っています、うん、ドラマで勝負 していって1500上がりに行く局面じゃないでしょっていうことですか、うん、この辺は大人っていうことでいいですか、そういうことでしょうね、はい、俺は絶対切るもんなまだ子供ってことですねさあ山田のつも上がりです、シャー300、500は400、600のつも上がりです、はい、うん、西島この一局をどう見るか、まあただ西島の中では OK なんじゃないですか、うん、最初からおそらくああ打ってるってことはもう最初からドラを切る気なかったっていう感じですからね、うんうん、さあ1回戦はオーラスです、はい、何の4局親は客のです、ドラマリアンソー、はい、これでヒロが今初上がりで、そうですね、客の子はまだ上がってないですもんね、そういうことになりますか、藤原も先手に1回上がっただけと、はい、うん、残球と先手ですね、そうですね、とにかく残球でしたね、今の着順、年齢順、そうなりますね、そうなりますね、
まあ西島としては好発進ができた1回戦になりそうですかね。そうですね、うん、はい、山田がダブナンのポン、うん、藤原イシャンテン、山田プロもね苦しい中やっぱり今日本当に 0.1 でもいいからプラスで帰りたいはずなので、うん、やっぱりねマイナス続いてる時って勝てる気しないんだよねプロリーグってね。また来たよリーグ戦みたいな。いやだなもう。いやだ。天敗だ。藤原さん天敗。イースーソーこれならリーチあるか。ドライチ。いや見てんか。浮かないからってことですか。へえ。これは闇天張ってでも。打たれた。打たれた。何かの変化を期待しようがないような。シャンポンだけですよね。シャンポンだけだね。うーリーチ打たない。藤崎さんどうですか。これですか、はい、あ難しいな。ただリーチ形上言い方を追えないからリーチって言いそうですけど、ただ今言いそう打たれちゃったんで、あの、はい、数万にくっついたらいいピン払っていくかもしれないですね。なるほど、うん、確かに単品ドライチはリーチするとね浮きになる可能性あるから。うん、ここで EP ありますね。ここで外すの考えてますね。行く可能、あの価値がありますもんね。ただ位相が3枚切れになってますね、うん、だからあの位数層は積もっても浮くわけじゃないので、うん、でいい街なわけでもないので、うん、行く価値がないっていう判断でしたね、はい、独特だねこの辺もね、うん、まあしょうがないかな。ドラタンキー、ドラタンキー、いやーどうかな。まあまあ価値はありますけどね、はい、今度はちょっと原点超えますからね。浮きですからね。ただ街は悪すぎるね。さあ客の来たぞ、いいシャンテンだ。初ではなく両面を切りましたか、うん、2万が2投び、5万はね場に切れてなかったんですけど、うん、3万面白いですよね、うん、あ4万か。関連マンの浮きは残しつつドラ重ねてチートいたんや。お天杯あらあれ、こういうのダメ押し段か。チーマン短期ダメ押し、うわチーピン短期、涙のチーピン短期。ダメ押しになるぞチーマン短期。誰も持ってない、誰も持ってない、親源だ。はい、1枚切れてますね。あーでも、うん、チーピンは何のあれもないもんね。チーマンの方が良さそうに見えるね。チーマンにしそうですね。うわー、痛い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 、ウーマンだ、痛い痛い。シャンポンを固定しました。 うわ来た、リアウパーソーだ。リアウパーソー、これならリーチか。固定返し、強制テープ貼ってんのに固定返ししてた。綺麗に全然効力を発揮してないんですけど、当たり牌掴んで変えましたね。天敗だ、リーチだ。イーマントリューハ、あれ何れ、いいですよイーマントリューハ。イーマントリューハ強そうだね。3山だ、リアウパーソーは1,3,4,5,6,7,8,9,10。 あ、リューハここ来ちゃった。うん、さすがに打たない。リューハパソ2枚、これでシャンポンも2枚。嘘は、あ嘘だ、いやこれまですね、これは3,6,7か。これ藤原のリーチなかったらどうでしたかね。いや嘘打ってますね、はい。うわー、タンヤオツもチートイドラドラ3,0006,000で1回戦終了。西島来ました。これはすごい。1回戦トップから西島、続いて藤原、山田、客野の並びで終了しました。続いて2回戦です。